皆さんこんばんは、モダイののりです。今日はゆなよんさんという視聴者の方からリクエストいただいて、学校でねダンス踊るので、でもセンスがなくて今困ってるんですって言われて、ちょっと私もなかなか全部のリクエストには答えできないんですけど、TWICE のチアップ、今まで踊ったこともなかったので、せっかくだから踊りたいなと以前から思ってたので、サビのパートちょっと今ね、いろいろ新曲目白押しで合間を縫ってという感じになってしまうんですけれども、ちょっと振り起こしをしてみたので、よかったら一緒に踊ってみてください。はい、行きましょう。はい、今回はサビになります。こいつちょっとサビの前は飛んでます。皆さん集まってきたら足ちょっと開いて、手首を中側にして開きます。右、その時に開く時に腰がこっち側に乗りますね。で、そのこっちに右に乗ることによって、つま先が少し浮きます。で、戻ってもう一回、乗って手首また戻って乗る。で、今度逆、ポン、反対、はい、いきますよ。ポンポンポン、タラ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 。はい、ここまで来たら今度は右足を前に出します。腰もちょっと前か。で、開きます。タラタラ、あ、ピョンと乗ります。1、2、い、そして左前右、この時に若干膝を曲がります。曲がって、今度上、はい、そこまで行くと、1、2、3、タラ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 、ピョン、1、2、3、4、はい、そこまでゆっくり音でやってみましょう。はい、じゃあ、はい、ここまで来たら左手腰で、右手この辺持ってきて、ちょっと膝を曲げて、ポーズ前、ポーズ前、前の時前かがみ、1、2、そしたら今度そのまま右足と右手引く、右足出して右手を引く、綱引きを引っ張る感じ、4回だったかな。1、2、3、4、タラララ、4回引きます。その時に首をね、左に向けたらかっこいい感じ。はい、1、2、いい、タラララタタラッタ、ここ引っ張ったら手を握って、下からここまで上に上げて、ポンで、ウキ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 、左右左右です。そこまで行くと、チャン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 、タラララ、1、2、移動。はい、では音でいきましょう。いきます。1、2、タタタタ、今のとこ、このこっからね、今のとこまでやってみましょう。いきまーす。タン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 、1、ポン、曲げて曲げて上げて上げて、1、2、きまーす。タラララタンタンタン。はい、もう半分来ました。これが終わったら今度は手をこういう状態にします。そして左左右右っていきます。足左、その時に腰を1、2、右、左、腰が1、2、上に上がるっていうのかな。タンタンタンで、ここはキープ。1、2、1、2、1、2、
に多分ポイントとしては、左出すときに左腰は上にギュッてなるでしょ、で肩が左に下がる、1、2、1、2、1、この前、最初は左、右、今度はちょっと体を右斜め前にして前に進む。そしてこれが終わったらペンギンのように歩きます。1、2、3、4、はい、ではそこまで音でやりましょう。いきます。左から1、2、1、2、1、2、1、前、前、今度ペンギン1、2、3、4、そしてその次が一回ちょっと軽く気持ち跳ねて前から、はい、前、この辺から命みたいな、その時もやっぱり前にちょっと絡みます。タッタラッタッタ、ぐるっと回ってこっちに戻ってきます。タラッタッタ、はい、そしたらここまで来たら右に開きます。その時に手も一緒に顎の下、さっきのこれからちょっと開く感じ、チャラララ、チャラララ、ポンポン。で、足取れて手腰。タッタラ。はい、その時に、タッタラってなる時に、かかとを左に上げて、また戻します。タッタラ。2歩歩いて、手を、右手を上に上げて、左を向きます。そして、手を反対に。右を下ろして左を上げる、はい、そして音に合わせてチャンチャチャンチャラチャンチャラチャチャタタチャチャラチャンチャラチャチャタンタン、はい、ではちょっと今のとこまで音でやってみましょう。いきます。1、2、3、4、タッチャチャチャタラララ、あチャチャラ、1、2、3、4、はい、以上がサビの振り付けになります。では最初から音でやってみましょう。いきます。頭も一緒につけてね。この前、1、2、1、ペンギン、タッタラタッタラタッタラチャッタラ、1、2、3、4、2、10、はい、以上がサビの振り付けレクチャーでした。説明がちょっとまだ上手くなくてすいません。でも少しでも覚えてもらえたら嬉しいと思ってます。すごい YouTube やっててよかったなって最近思うのが、私 K-POP 踊るのが大好きで、その大好きなことで誰かの役に立てるとか誰かを助けられるっていうのがすごく幸せなことだなと思うので、その踊れる曲って結構限られてしまうんですが、難しい曲とかナムジャ曲とかはできないので、なんですが、まあ TWICE 大好きなのと、ミラー動画とかダンス動画とかもいっぱい出てるから、こう頑張ってね、私もそれを見て振り起こしができるので、少しでもお役に立てたら嬉しく思います。学校の授業を頑張ってください。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you! バイバイ。いつもご視聴ありがとうございます。